ザメン野球の YouTuber、 あどうでもそんなええけどええけど、あポケドーの検証シーズ。誤送金の4630万円に最も価値が近いプロ野球選手を調査。現在世間を騒がせているのがコロナ給付金の誤送金問題。知らない方のために説明すると、山口県阿武町が新型コロナウイルスの影響で困窮する463世帯分の給付金合わせて4630万円を誤って一人の男性の口座に振り込んでしまったのである。さらにその男性は返還を拒否しており、あろうことかネットカジノで全部使ったと話しているという。というわけで今回はその4630万円という金額に注目。正直我々のような下々の者にとっては4630万円と言われてもいまいちどれくらいの価値か分かりにくい。そのため当初は誤送金された4630万円を使ってそれなりに強い野球チームが組めるかといった検証を行おうと思ったのだが、現在支配下登録選手の最低年俸は420万円、そのクラスの選手を雇うにしても11人程度しか雇えないため、とてもじゃないが戦える戦力でないということで断念。では各球団の4630万円に近い年俸をもらっている選手を紹介すれば、野球ファンの皆さんにもだいたいこれくらいのレベルの選手が帰ってこなくなったというのが分かりやすいのではないだろうか。今回はそれを各球団ごとに紹介し、誰が最も4630万円に近いのか調べてみたいと思う。視聴者の皆様、4630万円はいらないので、4630人のチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。まずは昨年日本一に輝いた東京ヤクルトスワローズ。ヤクルトで一番4630万円に近かったのは、昨年ブレイクした塩見泰隆の4500万円。塩見のような一流選手が一人奪われるというのはかなり大きな損失であり、この問題も長い間引っ張られることなく解決してほしいものである。またベテランの内川誠一も4000万円。男性にもお金を返す喜びを味わってほしいと思う。続いて開幕9連敗など苦戦を強いられている阪神タイガース。阪神で一番4630万円に近かったのは左腕の岩貞祐太の4500万円。また昨年ルーキーにもかかわらず大活躍を見せた伊藤将司が4400万円、同様に活躍を見せた佐藤輝明も4200万円と、男性が4630万円を返さないのは阪神としてはバリバリ機能している選手が奪われるようなものである。阿武町の町長もお金が返ってくる予祝をして、なんとかこの波を乗り越えてほしい。続いて昨年はわっしょいベースボールで話題になった読売ジャイアンツ。巨人で一番4630万円に近かったのは年俸4950万円の外国人選手メルセデスだが、予算を少しオーバー。そのため年俸4000万円の戸郷翔征と松原聖弥の2人が現実的な落としどころである。今後ジャイアンツを背負っていくであろう戸郷の剥奪は非常に痛く、今年は苦しんでいるが松原も奪われてしまってはロングアイランドの活動にも大きな影響を及ぼしそう。返還を拒否している男性、まだ間に合います。続いて今季は主砲の鈴木誠也の移籍がありながら奮闘している広島東洋カープ。広島で一番4630万円に近かったのは今季から三塁にも挑戦している坂倉翔吾の5000万円。だがこれも予算オーバーのため2番目に近かったのが4200万円の市岡隆二。今村武を失った今、市岡まで失ってしまうのはカピバラ一族の生態系に大きな打撃を及ぼすことが懸念されるため、やはりこれも避けなければならない。続いて今季より新監督が就任し素晴らしい球団と化した中日ドラゴンズ。中日で一番4630万円に近かったのは年俸4700万円の谷
谷本圭介。しかしこれも予算オーバー。そのため獲得できるラインで一番近いのは年俸4500万円の福田信正ということになる。またこちらも予算オーバーではあるが、今や正捕手として欠かせない戦力となった木下拓也も4800万円と近い金額。返還を拒否している男性、ちゃんと返さないと立浪さんが取り立てに現れます。そしてセリーグ最後、横浜 DeNA ベイスターズ。 DeNA で一番4630万円に近かったのは年俸4780万円の上里和樹だが、これもまたもやオーバーしているため、獲得できるラインで一番近かったのが年俸4120万円の倉本俊彦。ただでさえ故障者が多かったりクリーニング屋さんと化している DeNA、 これ以上選手を奪うのは忍びなさすぎるため、しっかり返還よろしくと言いたいところである。ではここからはパリーグに移ろう。昨年25年ぶりの優勝を果たしたオリックスバファローズ。オリックスで一番4630万円に近かったのは山田信義の4600万円、次いで伏見トライが4500万円、能見篤も同じく4500万円と、何でもこなせる投手や強肩強打の捕手にベテランの選手兼任コーチあたりが奪われるというのはなかなかの痛手である。男性は返還をお断りックスせずにちゃんと返してほしいところ。続いて最近審判団と早くもクライマックスシリーズを行っている千葉ロッテマリーンズ。ロッテで一番4630万円に近かったのは佐々木千早、岩下大輝がともに4500万円。佐々木千早は最近になって故障より復帰したが、岩下に関しても3月にクリーニング手術を受けており、どちらも故障組という結果になった。返還を拒否している男性も球審次第に詰め寄られ、退場宣告されてほしいものである。続いて今季破竹の勢いで白星を重ねている東北楽天ゴールデンイーグルス。楽天で一番4630万円に近かったのは年俸5000万円の岡島武朗。しかし予算オーバー。そのため年俸4000万円の原島渡ると安楽智弘が普段の金額で獲得できるギリギリの選手ということになる。ちなみに余談であるが、岡島武朗さんはマジで2ヶ月くらい行方不明をファンから心配されている時期がありました。続いてこちらも今季好調で平均年俸が12球団で一番高い福岡ソフトバンクホークス。ソフトバンクで一番4630万円に近かったのは年俸4500万円の牧原大成ということに。また2番目に近かったのは年俸4350万円の上林誠二だった。走攻守で存在感を示すユーティリティープレイヤーや今季復活の兆しを見せている選手を失うのは大きな損失。ちなみに昨年までロボット応援団を務めていたペッパー君で換算するとだいたい約23台くらいは買えるらしい。続いて今季よりビッグボスが率いる平均年俸は12球団で一番低い北海道日本ハムファイターズ。日本ハムで一番4630万円に近かったのは年俸5000万円の渡辺亮。しかしこちらも予算オーバーのため年俸4100万円のロイド人侍伊藤博美が実質的に一番近いことになる。男性は金ネンダーと言わず、しっかり栗山前監督のように俺と吉川が悪いと反省してほしい。そして最後は昨年42年ぶりの再開となるも今季は健闘している埼玉西武ライオンズ。西武で一番4630万円に近かったのはベテラン内海哲也の4500万円。今季2000投球回を達成した酸いも甘いも知るベテランを大いそれと手放すのは何とも忍びない。ただ流出が多めの西武ファン的にはお金が云々よりももっと返してほしいものがたくさんあるかもしれない。以上、検証が終了。調査の結果、NPB12 球団で一番4630万円に近い価値の選手は年俸4600万円のオリックス山田信義ということになりました。バ
というわけで、現在借金を抱えているチームも返済は計画的にお願いします。送金間違ったね、金返せ今速やかに、使い込みさ、即お金消滅。